公共曲第103番編保長々報冒険 I-103 はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1795年に作曲した公共曲。ロンドン公共曲のうちの一曲で太鼓連打の愛称で知られるハイドンの代表作の一つ。第一楽章の冒頭と決尾でティンパニの長い連打があることからこのように呼ばれている。この公共曲は ハイドンの二度のイギリス滞在の間に作曲された十二の公共曲のうち、最後から二番目の公共曲である。ハイドンのイギリス訪問以前から、ハイドンの作品はイギリスで広く知られていて、ハイドンの訪問は悲願であった。イギリスではハイドンは熱烈な歓迎を受けた。このようなことから、ハイドンのイギリス滞在は、ハイドンの人生のうちでも実り多い時期の一つとなった。 このような中で、ハイドンは1794年から1795年にかけての冬、ロンドンでこの太鼓連打公共曲を作曲した。1795年3月2日、国王劇場にてオペラコンサーツと呼ばれるコンサートの中で初演された。その時の還元楽団は当時としてはかなりの大規模となる60人からなっていた。 演奏の指導はコンサートマスターを務めたビオッティとハイドンが言った。初演は成功であった。モーニングクロニクルのレビュアーは次のように述べている。アナザーニューオーバーチュアー、i.e., シンフォニー、バイザファートルエンチャンティングハイドン、バズパフォームド、ウィッチ、アズユージュアル、ハドコンティニュアルストロークスオブジーニアス、ボースインエアハーモニー、ザイントロダクションエキサイティッドディーペストアテンション。 ザ・レグロ・チャームド、ザ・アンダンテ・ワズ・アンコード、ザ・メヌエッツ、エスペシャリー・ザ・トリオ、ワー、プレイフル・アンド・スイート、アンド・ザ・ラスト・ムーブメント・ワズ・イコール、イフ・ノット・スーペリア・ツー・ザ・プリシーディング、創意と魅力に富んだ、ハイドンの新たな序曲が初演された。それはいつもの通り、旋律においても火星においても、全曲を通して、天才的なひらめきに満ちたものであった。 助走はこの上なく深い注目をそそり、主部のアレグロは魅惑的であり、アンダンテはアンコールされた。メヌエット、特にトリオは陽気で心地よく、修学賞は前の学賞以上ではないまでも同様に優れていた。ハイドンはフィナーレに少し手を加え、後にウィーンでも演奏した。現在の指揮者もこの過失を尊重している。初演以来、太鼓連打交響曲は、 ハイドンの公共曲のうちでも人気のある曲の一つであり、現在でも頻繁に演奏、録音されている。約30分。ありがとうございます。